梅は、バラカサクラ族の落葉鉱木またはその果実のこと。果実を利用する品種は、実梅として扱われ、未熟なものは有毒であるものの、梅干しなどに加工して、食用とされる。樹木全体と、花は干渉の対象にもなり、日本には、花見や梅祭りが開かれる梅林や梅園が、各地にある。枝や樹皮は、染色にも使われる。 日本では6月6日が梅の日とされている。天文14年4月17日、加茂神社の霊祭に梅が献上された古事に由来する。中国原産の落葉書を高木。日本でもよく知られる果樹や花木で多数の園芸品種がある。早春、葉に、先だって前年枝の溶液に1から3個の花がつく。 毎年1から3月頃に5枚の花びらのある1トルから3トルほどの花を葉に先立って咲かせる。花の色は白、淡紅、黄色など。花柄は短い。葉は五星で先が尖った卵型で、周囲が巨子状。果実は6から7月頃に結実し、形は丸く、片側に浅い溝があり、細かい毛が密生する。果実の中には、 硬い核が1個あり、中華比で表面にくぼみが多い。未熟化に生産を含むため、生で食べると中毒を起こすと言われている。青梅の果実は燻製にして、漢方で奪いと称して薬用されるほか、民間で梅肉エキス、梅干し、梅酒に果実を用いる。過食部である果肉部分は脂肪の壁が膨らんだもので、構成する細胞の遺伝子は、 母となるメス由来である。中にある種子は、半分は、花粉由来なので、種子から発芽した株は、母株と同じ性質になるとは限らない。しかし、果肉については、母由来のため、オス親である花粉が様々異なっても、同じものができる。栽培では、自家結実する品種と、自家結実しない品種がある。梅は、自家不和合性が強いため、 果実を目的とした栽培では、一品種だけの栽培を避けて、花粉親として少しだけ性質が異なる。一品種を混色して栽培を行う。梅の花は妙梅の語源には、諸説ある。一つは中国語の梅を、日本的に発音して、梅としたという説、また、韓国語の舞が添加したものとする説がある。伝来当時の日本人は、 微音の前に軽い微音を重ねていたため、みーを、んめ、のように発音していた。馬、ま、を、んまと発音していたのと同じ。これが、むめのように表記され、さらに読まれることで、むめ、となり、うめ、へと転化した、というものである。また一説には、漢方薬の奪いが転化したとも言われている。別名で、むめとも呼ばれている。方言に、うんめ、んめがある。学名は、 江戸時代の日本語の発音を由来とするプルーネスムメであり、英語ではジャパニーズアプリコットと呼ばれる。ただし、梅の花は英語でプラムと呼ばれることが多い。梅干しなどの場合もプラムというのが一般的である。原産地は中国であり、一説には日本へのトライは弥生時代に朝鮮半島を経て入ったものと考えられている。また、他説には 剣道士が日本に持ち込んだと考えられている。奈良時代頃に中国から日本に渡来した説では薬器として紹介されたと考えられている。梅には500種以上の品種があると言われている。禁煙の暗図、スモモと複雑に交雑しているため、主に花梅について、園芸上は諸説の分類がある。実梅も同じ種であるので同様に分類できる。梅は、 ヤバイ系、ヒバイ系、文語系に大きく3系統に分類できる。果実は2トルから3トルのほぼ球形の角下で、実の片側に浅い溝がある。6月頃に黄色く熟す。七十二校の防止松校には梅の実、キバムとある。特定の地域の実で栽培される地方品種が多く、国内どこでも入手可能な品種は、 比較的限定される。また、品種によっては、花粉がなかったり、自家受粉しなかったりする品種もあり、その場合は開花時期が重なるように、受粉用の品種も必要となる。梅の地味未熟な梅は、中毒を起こす可能性がある物質が含まれているので生殖してはいけない。熟した果実をそのまま食べることもあるが、普通は熟しきっていない梅を梅酒に、 完熟梅を梅干しなどに加工して食用にされる。他に、梅酢、梅ビ塩や、ジャムなどにして、食用とする場合もある。また、甘露梅や、のし梅などの菓子や、梅肉煮などの料理にも用いられる。強い酸味が特徴であり、リンゴ酸や、クエン酸、コハク酸などの有機酸を多く含むので、健康食品としても販売されている。 果実から種を取り出すための専用器具も販売されている。果実の中心にあり、果肉を食べた後に残る資格は、口述する菅原道真信仰との関連で天神様と呼ばれる。これは硬いが、食用にでき、梅茶漬けにアクセントとして添えるといった利用法がある。中国では紀元前から酸味料として用いられており、 塩とともに最古の調味料だとされている。日本語でも使われる良い味加減や調整を意味する単語、塩梅とは、もともとは、梅と塩による味付けがうまくいったことを示した言葉である。また、話梅と呼ばれる、干して甘みをつけた梅が歌手として売られており、近年では日本にも広まっている。漢方と民間療法薬用部位として、 5から6月頃の未成熟果実を利用する。未成熟果を燻製にした、奪い、未成熟果をすりおろした汁から抽出した梅肉エキス、また梅酒や梅干しをそのまま利用しても良いとされる。漢方薬の、奪いは、未熟果の皮を剥ぎ、種子を取り去り、藁や草を燃やす煙で真っ黒にいぶした梅の実である。検成長、昇炎、細菌性腸炎、腸内異常発酵。 各中止血、共振作用があるとされるほかグラム陽性菌、グラム陰性の腸内細菌、各種心菌に対し試験管内で顕著な抑制効果、ありとの報告がある。民間療法で、風邪の時に、ウばい1から2個を、水200から 400cc で半量になるまで煎じて、飲む用法が知られている。家庭では、ウばいの代わりに梅干しをアルミ箔に包んで、 フライパンで蒸し焼きにしたものを用いて、風の初期症状の時に茶碗に黒焼きを入れて、熱湯を注ぎ、崩して飲んでも良いと言われている。梅肉エキスは、おろし器で、大梅をおろし、布で汁を絞って、調理用の放浪バットや、放浪鍋などに薄く汁を入れて、日光、またはごく弱いとろ火で煮詰めて、水分を蒸発させて、飴状にしたもので、 これを採取して瓶に蓄える。下痢、腹痛、食あたりの時に、大豆粒くらいの梅エキスを薄めて、飲んだり、また扁頭炎の時に、梅エキスを10から20%に薄めてうがいすると、良いと言われている。咳には梅酒をガーゼに浸して、胸に湿布したり、頭痛の時に、梅干しの果肉を米紙に貼ったりするといった、民間療法がある。 予備的研究札幌飲料株式会社と近畿大学生物理工学部和歌山県工業技術センターのマウスを用いた共同研究で梅の果実成分による疲労軽減効果が報告されている6ヶ月の梅酒飲用で HDL コレステロールが優位に増加し動脈硬化指数が優位に低下し血圧が低下傾向となり血糖値は変化が認められなかった との報告がある。ただしこちらは研究の前に行われる予備的な調査であり、長や梅酒株式会社から梅酒の提供を受けて行われている。医学的知見国立健康栄養研究所は梅の人を対象にした信頼性の高い研究で健康に対する効果は確認されていないとしている。また、成分のクエン酸に関しても、現時点では 疲労回復に良いなどの十分な根拠は得られていないと、する。食薬区分においては、果肉や未成熟の実は、医薬品的効能効果を標榜しない限り、医薬品と判断しない、成分本質にあたり、医薬品的な効能効果を表示することができない。ただし、果実のように、明らか食品であれば薬規泡には違反しない。しかし、癌が治る。 血糖値が下がる、血液を浄化するといった古代医薬品的、効果効能表示を行うと、景品表示法や健康増進法の規制の対象となる。梅やクエン酸を、関与成分とした、特定保健用食品は存在しないが、クエン酸を機能性関与成分とした梅の、加工食品が、機能性表示食品として届けられている。機能性表示食品とは、 国が審査は行わず、事業者が、自らの責任において機能性の表示を行うもので、日常生活における、軽い運動後の一時的な疲労感を軽減することが、報告されていますと表示している。梅、あンズ、桃、すもも、アーモンド、ビワなどのバラカ桜属植物の種子には、種を守るために、生産配当体であるアミグダリンが多く含まれ、未熟な果実や、 葉樹皮にも微量含まれる。アミグダリン自体は無毒であるが、経口摂取することで、同じく植物中に含まれる酵素エムルシンや、人の腸内細菌が持つ酵素 β、グルコシダーゼによって、体内で分解され、シアン化水素を発生させる。シアン化水素はごく少量であれば安全に分解されるが、ある程度摂取すればオート、顔面膨張、下痢。 頭痛等の中毒症状を生じ、多量に摂取すれば意識混濁、渾水などを生じ、死に至ることもある。ただし、シアン化水素の致死量は50から6 0ラム程度であり、お梅一粒から生じる、青酸量は0 1 5ラム程度なため、お梅100の300個を一度に摂取しないと、致死量には達しない。しかし中毒を引き起こす。 可能性があるため生殖は避ける。また、種子のアミグダリンは果肉に比べて高濃度である。熟した果肉や加工品を通常量摂取する場合には安全に食べることができる。アミグダリンは果実の成熟に従い、植物中に含まれる酵素、エムルシンによりシアン化水素、ベンズアルデヒド、グルコースに分解されて消失する。 この時に発生する生産も起酸や分解で消失していく。また、梅干しや梅酒などの加工によっても分解が促進される。しかし、種子のアミグダリンは果肉に比べて高濃度であるため、成熟や加工によるアミグダリンの分解も果肉より時間がかかる。種子がアミグダリンを持つのは自分自身を守るためにあると考えられ、外的ショックを受けて、 傷が入った種子には1000から 2000ppm という高濃度のシアン化水素を含むものもある。生の種子を粉末にした食品の中には小さじ1杯程度の摂取量で安全に食べられるシアン化水素の量を超えるものある。2017年に高濃度のシアン化合物が含まれたビワの種子の粉末が発見されたことにより厚生労働省は天然に シアン化合物を含有する食品と加工品について午後10時を超えたものは食品衛生法第6条の違反とすることを通知した。欧州食品安全機関はアミグダリンの急性酸症容量アーフドを20マイクログラム、キログラム体重と設定している。アミグダリンの最小致死量は50ミリグラム、キログラムであり、3グラムのサプリメント摂取による 死亡報告がある。2018年に国民生活センターは、梅を原材料とした4銘柄の国産梅エキスのシアン化合物濃度を測定した。シアン化合物は6.5から午後18時検出され、3銘柄で午後10時を超えていた。1日量に換算すると健康に影響する量ではないものの、結果を受け国民生活センターは、事業者へは、 品質管理の徹底を、行政機関には指導の徹底を要望した。また消費者には、梅の種子などを原材料にした健康食品等は、利用する、必要性をよく考え、利用する場合は、製造者等により、原材料や製品、摂取する状態でのシアン化合物の濃度が調べられて、いるかを確認し、一度に多量に摂取しないよう、アドバイスをしている。 これらとは別に、花粉症と食物アレルギーの発生が複数報告されている。農林水産省が2014年11月25日に公表した統計によると、農林水産省の平成24年産特産化受精産動態等調査によると、日本国内では和歌山県で国内総収穫量の6割以上を占める河川状態が続いているが、 梅の産地は全国に分布している。作況調査では、14県が、年間生産量が1000トン以上、また、北海道と沖縄県以外は、全都府県とも100トン以上となっている。枝や樹皮、樹皮につく梅の木苔は、煮出すなどして、布を染めるのに使われる。この梅染めの起源は、飛鳥時代に遡ると考えられ、加害雲前の源流になった。月ヶ瀬梅林がある。 ならしつきが地区では、奪いと紅花を組み合わせた染色が行われている。尾形た光輪、くれない白梅図屏風別名に光分儀、春つげ草、木の花、初なぐさ、光酸草、風松草、匂い草などがある。花を扱う歌は以下である。そして梅は、ふるさとの静かな、美しさと、文化的郷愁の花となり、和歌や脳に取り上げられることになる。 天平2年1月13日、大宰卒、大友旅人の邸宅で開かれた宴会で、いわゆる畜紫下団の院により、バ歌を題材に32種の歌が読まれた。この宴会を、バ歌の縁と呼び、これら32種の歌は、万葉集巻号に収録されている。これをもとに、元号、令和が制定されている。天文14年4月17日に、ご奈良天皇が、 京都の加茂神社に梅を奉納したと、お湯天井日記にあることにちなみ、紀州梅の会が、新暦の6月6日を、梅の日に定めている。また、古来より、梅の名所として、梅は岡本、桜は、吉野、みかん木の国、栗丹波と歌われた岡本梅林は、期限は明確ではないが、山本梅外の、岡本梅林記に、橋場秀吉の来訪が記されており、 完成10年には、説明書所杖に、岡本梅林の図が登場するほどの名所であった。平安時代の政治家、石学であった、菅原道真は梅をこよなく愛した。道真は、死後に、天魔大自在天神として神格化され、梅はそのシンボルとみなされて、飛び梅伝説などを生んだ。このほか江戸時代の禅僧で禅が多く描いた、白陰の代表作の一つ、 都藤天神図には、唐木の裏で、北野の神ぞとは袖に持ちたる梅にてもしれの産が残されている。ところで、日本では、猿年は、梅が、不作になることが多いと言われてきた。この猿年の梅を使って、平安時代の村上天皇は薬病を知りけたとの言い伝えがある。梅の盆栽には木や盆栽などにも用いられ、鑑賞される。俳句では、梅は、 春の季語であるが、早梅、寒梅や、単梅は、冬の季語。梅の花言葉に、高潔、気品がある。花札では2月の絵柄として、梅にうぐいす、梅に赤炭、かす2枚が描かれる。梅門は、梅の花を図案化した、日本の家門である。その一種で、梅バッジと呼ばれるものは、中心から放射線上に配置した花びらが、 太鼓の鉢に似ていることに由来している。奈良時代に文様として用いられ始め、菅原道真が梅の花を好んだことにより天満宮の神門として用いられ始めたと考えられている。使用、梅は、太宰府天満宮、星梅鉢は北の天満宮が用いている。武家では、菅原氏の松江や美野斎藤氏の一族が、菅原天寺に信仰に基づいて用いた。 主に、加賀前田市の、加賀梅鉢や佐がらの、佐が梅鉢などがある。また、天理教の門が、梅鉢門であるのは、教祖、中山三木の中山家の家門に由来する。図案図案は、梅、梅鉢ネねじ梅、ジップ梅鉢などがある。匂い梅や、向こう梅などの写実的な図案の梅家門と、梅鉢などの簡略的な図案の梅鉢門に、大別される。このほか。 梅とは直接関係ないが、音が、梅と同じであるために他を埋めた場所である梅田を、梅田という漢字に変えるといったことが行われてきた。快楽園千里梅林その他、長浜盆梅店。王の月水処理場平岡神社梅林梅の木の、断面梅をシンボルとした一例東北地方の方言などにその名残がある。次の一と二の、花は、梅を、三と四の、花は、 桜を指している。何はずの桜この花冬ごもり今は、春べと桜この花人は、いさ心も知らず古里は花ぞ。昔の香に匂いひける花の色は移りに蹴りな。いたずらに我が実をに降る。長めせ島に、久方の光のどけき春の日に静心なく花ぞ。チルラム、文豪梅に関するカテゴリありがとうございます。